どうもお疲れ様です。まあ YouTuber として活動してると、YouTube を使えばお金がね、わずかでも入ってくるのが当たり前っていう風な形になってきます。しかし反対側では、動画を作っても作っても収入が上がらない。コメントがそんなに思うように入らない。そして商品案内の方に問い合わせすら来ないみたいなことも起きてくると思うんですよ。これが、例えばね、商品案内をした直後に連絡がないと、ああ、何もなかったかっていう風なので、多少ショックは受けるんですけども、これもね、1週間とか2週間したらもう忘れて、あ、連絡がないのが当たり前みたいになっちゃうんですよ。で、ここでね、当たり前の怖さっていうのにちょっと気づいていただきたいかなと。YouTube でお金が稼げたらいいな、できれば YouTube を専業でやっていきたいんだけどなっていう風な思いで YouTube を始めた方でも、稼げないのが当たり前っていう風なモードに入ってしまったら、これ本当にね、その当たり前のままいっちゃうんですよ。でも私は YouTube が稼ぐのが当たり前の世界にいますんで、例えば YouTube が稼げなくなったらね、もうなんか血相変えて慌てますよ。うん、血相変えて本当に、あ、なんでだ、稼げなくなったぞって、一大事だってなりますよ。最近も私の知り合いで、あの政治系のね YouTuber さん、これ令和たけちゃんって方なんですけども、収益が剥奪されたばかりか YouTube から退場させられる羽目になったんですよ。それまで YouTube の収入源が活動費用になっていたんでね、もう血相を変えたと思うんですよ。でも諦めずに別の手を打ってきてます。 YouTube 以外の活動です。主には X とかを使ってるみたいですけどもね、 Facebook も使ってます。こういうふうに血相を変えて次の収益化の手段っていうのを図っていくんですよね。でも稼げない人っていうのは、稼げないことに対して血相を変えないんですよ。稼げないのが当たり前っていうふうになっちゃってるからですよね。でもどうでしょうかね、このままその当たり前が来年も3年後も5年後も10年後も続いて、一体何だったんだろうかってことになんないですかね。もちろんね、動画を通じてたくさんの方と知り合えて、いい経験もあったからそれで良かったというふうに自己肯定に入るのもいいと思いますけども、でも最大のモチベーションは YouTube が稼げるというふうな、その一点においてスタートしたはずなんですよね。で、その手段として使うコンテンツが変わってきたりとか、訴えかけるメッセージは変わったと思いますけども、やっぱりね、YouTube をこれだけ熱心にやってきて稼げないっていうところに血相を変えないといけないかなと思うんですね。で、具体的に何をすれば稼げるようになるかってことですけども、前回も10個の段階をねお伝えしたと思います。10個だったかな、まあ、それぞれの段階において自分がどこの壁に悩んでるのかなってところがあると思うんですよ。じゃあそれを改善するために新しい手を打っていかないといけない。そのためにやっぱ変化を起こしていかないといけないでしょうね。サムネイルについてもそうですし、それからタイトルもそうです。で、そもそものコンセプトがいけないのかなとかね、マーケットサイズはちゃんとあるのかなとか、それから自分のライバルにはどんな人が当てはまるのかな、そんなところでございます。参考になれば幸いです。